日本東京都板橋区、大仙東町大仙東町は、東京都板橋区の町名。町名の設定がない単独町名である。全域で住居表示が実施されている。板橋区南東部に位置する。北で、氷川町及び栄町、東で板橋、南で大山加内町、西で大仙町と隣接する。町域の東辺を、 東京都道317号環状6号線及び首都高速5号池袋線が南北に中央部を旧川越街道が東西に南辺を東部東上線の鉄道路線が東西に通じている。町域内は板橋税務所、保健所などの観光所が立地するほか、ユーザ大戦商店街を中心とした商業地域及び住宅地となっている。 住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば大仙東町10の2の地点で45万4千円平方メートルとなっている。当該エリアは1871年11月14日に浦和県から東京府に編入された。1889年には板橋町の一部分となり、1932年からは板橋区の一部となった。 1960年4月1日に大仙東町が成立した住居表示実施は1971年2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである区立小中学校に通う場合学区は以下の通りとなる大仙駅北口ありがとうございます